野球大谷、テニス大阪、ゴルフ松山、バスケ八村、サッカー…点々点、サッカー界で個人が世界のトップ取るのに足りないものは何だと思いますか？武井さんの意見をお聞きしたいですと。まあサッカーそうだ、フィジカルじゃない？フィジカルの能力じゃない？やっぱり野球、テニス、まあゴルフ、バスケ、どれよりも運動する距離と範囲が大きいでしょ？そうね。まあ、僕はね、プレーは長いけど、距離は長いけど、自分が動く範囲は狭いから、そんなにフィジカルはね、まあ、サイズが大きければ有利だけど、だテニスとかバスケ、そうだね。やっぱりサッカーとか、やっぱりフィジカルの要素かなり大きいよね。バスケにしても、こう、八村くんが言ったら世界一ってわけではないでしょ？もっとね、すごい選手がまだいるから、大谷君も今世界一ってわけではまだないと思うから、サッカーはやっぱり世界のトップ取るのにやっぱ人口も多いから、めちゃくちゃ人口多いから、やっぱり運動の能力の高い選手、かなりね、数多い可能性があるんで、フィジカルがかなり重要になってくると思いますけどね。やっぱり速く走れる、体が強い、そして技術があるっていう、やっぱ全ての要素を満たしてないといけないっていうのは。